おそらく着地を狩るためでしょうね。さあ、上に掴んで、上強 24%。 さあ、2人
頭の方をして空母は避けている。さあチコのヒットストップのおかげで多分間に合いますね。この2つからの妻の配合が開幕10秒ぐらいで飛ばされていく。100円さあ掴める。いいよ、上ですね。ここも避けた。あっと横身の方向ちょっとミスってしまったか。まあファウルですね。さあウエスター本当にこのアンダーバーナーキックした方向の見過ぎですね。すいません。ジャックジャック上投げ。さあもう一回通して、さあ来ません。さあたまらずが逃げるがジャック合わせていく。さあ US は本当にこれ見すぎ、一生咎めてる。さあ空下で暴れて、さあ3秒目的のうちにチコ飛ばして前投げり。さあ空前判定広すぎ。さあ上見に拾って下すらし完璧。さあ外下投げ。さあしっかりガード固めで、チコが追いついてなかったのであれは回避読んでましたね。さあ一瞬なんか回避モーションっぽいの見えましたけど、さあウィッチタイム当て身技なのに遅れ発生。スマブラ4における最強の当て身技。さあこれはこれ発生当てからちょっと何かが起こる。さあ空下でチコ飛ばしていく。まだバーストしないとの判断。感覚上様もらってもチコを飛ばせるならまだ安い。さあこの13秒間どうする。さあ空前1段だけ当てて、さあ回避、時間読み。さあ空上クリティカル。違うこっちじゃない。しっかり体育で取っていったのはドワロゼッタ。お互い強くなりますが、戦場選択、自身の立ち回りを有利に進めるためステージを選択していく。さあ村町でも強いんでしょうけど、それ以上にロゼッタの闇が深いですからね。さあ空前さんダンジャスが普通に通常からのつかみで、さあ空をめくり確認つかみ DA。この選手本当にスクリーン速度が速い。ジャンプ使ったか、使っておらず、上固めて完璧反応。さあウィッチタイム。さあそれはチコ、先にチコを倒すけど優先。ちょうど台乗ります。さあ空前落とし、横さんはちょっとホールドしている。さあワースギリギリ、強くね、空下ですか、勝てない。いや見すぎやってほんまに、画面何を読んでんの。ビッチタイム来るの絶対待てんでしょ、あんな怖すぎる。これがプロ、これがプロ。いやこの画面見る能力はプロ。スポンサードプレイヤーとは。さあ空前いいじゃん。さあ横尾横尾、さあまだ 34% しかもらっていない。さあ後ろ投げで崖を背負わせ、さあその場上がりを許さない。さあ上位のプレイヤー絶対にその場上がり許しませんからね。さあ空前、さあめくり確認完璧。さあ空前初当て。さあ怖い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 、見すぎ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 やってほんまに、なぜそんなに見れる。どんな精神。さあ横スマジャンプ上がり、さあ 48% 圧倒的勝利ですね。いや本当に読みと当てる性当て感がすごい。どうなってる。続いては配信台